私がやってみせる。まだ食べ終わらないのね。すみません。私、昔から食べるのが遅くて。なのに肉ばっかりがっつくから、どんどん遅くなるんだよな。お肉、好きだから。いいじゃないですか。大丈夫。お肉は美味しい。ユリエさん。やれやれ。ステラードに着く前には食べ終わるようにな。でも、やっとステラードに着くんですね。ああ、聞いてくれそうな方を紹介してくれるというし、これでなんとかなるよね。いいか、シャリー。ステラードはルギオン村とは違う。いいやつばかりじゃなく、人を騙そうとするやつもいる。気を抜きすぎるなよ。もう兄様は心配性なんだから。私、そんなに頼りないですか？ジョー様、大変じゃ。どうした、親父？サンドドラゴンが現れた。え、サンド、何ですか？サンドドラゴン、黄昏の海に住む大型竜。ここまで来て、なんでまた。話は後じゃ。とにかく振り切るぞ。事情は大体分かった。ユリエがそう言うなら嘘じゃないんだろう。まあ事故だってんならしゃあねえわな。とはいえ、早急な対処が必要でしょう。港はやや混乱していますから。迷惑をかけてしまって本当に。
あなた方には後ほど中央に提出するための書類作成にご協力いただきます。それから組長、港の修繕に必要な物資についても中央に掛け合ってみましょう。あまり期待はできませんが。悪いな、頼むぞ。あの、それで私たちがステラードに来たのは。お嬢ちゃんよ、そいつは後にしてくれないか。でも今はあなた方の事情を伺う余裕がないと言ってるんです。港の修繕だけでなく対応すべきことが山積みなんですよ。でも私たち、よせシャリ、日を改めた方がいい。ユリエさん、兄様、そうしていただけると助かります。何か？いや、何でもない。さてと、港の被害状況を調べよう。怪我人への対応を最優先にな。はあ、お話聞いてもらえなかったな。まったく、在京はどういうつもりなんだ。これだけのことを起こしておいて、紹介に一言も説明がないとは。ラウルは中央の役人とともに港の破損状況を調査しているようですね。例の鎖港艇の所有者からも状況の聞き取りをするとのことです。それが何になる。調査をするだけで港の完成が元に戻るなら苦労はいらんのだ。どうせまた中央は我々に何もしてはくれん。いい加減理解しても良さそうなもの。だから奴は小賊子だというのだよ。会長、唾が飛んできますので。おう、すまない。幸いと言いますか、あの鎖高帝はかなり古い方のようですから、中央との関係性はないと思います。関係があってたまるものか。まったく、なぜ私が在京に出向かねばならんのだ。会長、おぐしが。そうだったか。はい、都会の女性って感じで、ユリエさんも綺麗でしたけど、今の人も。俺は親父の方ばかり見てたよ。なんだか損した気分だ。すごく怒っていましたもんね。あまり気にしない方がいい。嬢様、お帰りなさいませ。いかがでしたか。いろいろ大変みたい。船はどうかしら。そこまで状態は悪くありませんな。港に停泊していた船が緩衝材になったようです。
船は大丈夫だったの？いえ、さすがに無傷というわけにはいかなかったようで。そんな。シャリー、そのおかげで町を壊さずに済んだわ。前向きに捉えておこう。俺たちの船はすぐに治りそうなのか、親父？今は念のために覚悟を調べておるが、船の修理自体はそこまでかからんじゃ。本当？よかった。それでステラードでの守備は？親父、俺が説明するよ。シャリーはかなりお疲れだ。おお、こりゃ気が回りませんで。ジョー様、どうかお休みくだされ。船内はそのまま使いますからな。ありがとうございます。ごめんなさい。やっぱり都会はたくさん人がいるのね。まるで波のようで少し疲れちゃった。私、みんなにかばってもらってばかり。族長代理失格だな。今日の様子だととても話を聞いてくれそうにないけど、頑張らなきゃ。めげてはダメ。こうしている間にも村の水は枯れ続けているんだもの。待ってて、お父様、村のみんな。今日こそ話を聞いてもらえるといいけど。あんたの村で水枯れが始まっていると。はい、水の豊かなステラードならきっと村を救う方法が見つかると思ってここまで来たんです。事情は分かった。しかし残念だが、嬢ちゃん、頼る相手を間違えたようだな。え？確かにこの町は今んとこ砂漠のオアシスだ。来やがった土地から移り住んでくる奴らも少なくない。だったら今んとこって言ったろ。どういうことですか？この町でも水枯れは始まってるってことだ。ことが大きくなる前にどうにかしようと動いているが、なかなか。てめえの尻に火がついた状態で他人に力を貸してくれようなんて奴はこの町にはいねえよ。あんたの村のことは確かに大変だと思う。だが俺もこの町を預かる身だからな。まずは町の奴らを助けなきゃいけない。悪いな。私たちはそれじゃどうしたら。村のみんなに何て言えば。ただ助けてくれと言えば助けてもらえるとは思わねえことだ。それじゃ誰も相手にするわけがねえ。この町の状況は分かった。あんたの言い分も理解する。だが随分な言い方じゃないか。そこで提案なんですが、
この町のために働いてみませんか。あなた方が町の役に立つならば、町もあなた方に力を貸すでしょう。本当ですか？在京組合の精神は相互扶助です。それは一種の契約ですから、不履行はありえません。口約束で不履行はありえないだと？バカバカしい。ではこれで決定で構いませんね、ラウル組長。ああ、ステラードへようこそ、シャリー・ジョージ。現在このステラードでは、この在京組合と商会とが主に町の行事や市場を取り仕切っています。商会はこの町の水源を管理し、事実上の支配階級にあたります。それに対し俺たち在京組合はいわば自治組織だ。自治組織？正式に認められた団体ではないのか？ますます怪しいな。この町は金持ち連中だけじゃなく、貧しい連中や荒くれどももたくさんいる。町のルールを決めて面倒事を解決する。そうやって誰もが住みやすい町を維持するのが俺たちの目的なのよ。誰もが住みやすい町。ちなみに組合と中央は互助関係にあります。だからこそ私が派遣されたわけですが、どうして中央は商会ではなく非正規の組合と？商会は中央の影響力を恐れてるのさ。ここに支部でもできた日には自分らの権力が奪われると思っている。まあそのあたりはいろいろと誤解があるのです。我々のような派遣役人にはさほど権力はありませんし、何も重大な使命が課されていますから。使命というのは？各地にある古代文明の遺物、ひいては黄昏の調査研究です。黄昏の調査？問題はあんたの村だけのことじゃないって言ったろ。この世界全体が黄昏に飲み込まれようとしてるんだ。もちろんこのステラードも例外じゃねえってことだ。ステラードは非常に興味深い土地なのです。この町を調査しながら黄昏の原因究明と解決法を模索する。これが中央が私をここへ派遣した理由です。俺は何としてもステラードを守りたい。そのためならどんなものとだって手を組む。それが俺らと中央との結びつきってわけだ。黄昏の原因は分かったんですか？そう簡単にいけば苦労はしません。これから我々はこの周辺の環境調査を始めます。あなた方はそれに協力してください。できるのかな。それにこうしている間にも村は。あんたらならきっといい仕事をしてくれる。故郷の危機を抱えてるプレッシャーもあるだろう。その弱みにつけ込むのが組合とやらのやり方なのか。弱みがあるのはお互い様だ。それに言っただろ、相互扶助だと。
あんたらがいい仕事をすればこの町の全力を挙げてあんたらの村を援助してやる。忘れるなよその言葉。調査と一言で言っても慣れない土地を歩き回るのは大変でしょう。というわけであんたらのために助っ人を手配した。入っていいぞ。どうも、助っ人よ。ユリエさん？よりによってお前か。よろしく。調合しようかな。
だ読んだことない本が。ゆりえさん、改めてよろしくお願いします。ええ。しかしどうしてまたお前が。あなたたちと一緒に行動することで私にもメリットがある。相互扶助。お前も何か企んでるってわけか。コルテス兄様、そうやって人を疑ってばかりじゃダメよ。腕は衰えてないんだろうな。あなたに航海術を教えたの私。そうだったんですか。ええ。じゃあ無事ステラードにたどり着けたのもユリエさんのおかげだったのかもしれませんね。当の本人は帰れなくなってたけど、別に帰れなくなんてなってないわ。どうだか。そういえばミルカはどうした。遺跡の調査ならあいつも喜びそうなもんだけど。あの子は来ない。ああ、そういえば中央に留学してるって言ってたな。いいえ、この町には戻ってきてる。じゃあどうして。ミルカさん、誰ですか。妹よ。へえ、ユリエさんの妹ならきっとすごく可愛いんだろうな。いいえ、ものすごく可愛いわ。シャリー、行き先は豊穣の海だ。調査の準備を始めよう。あ、はい、コルテス兄様。
次はどこだ？決めてくれ。何が見つかるか腕の見せ所ね。これ初めて見るな。この植物は何に使えるかしら。えい、見たことない。記録しておこう。それえい、速攻のチャンスね。行くわよ。加減なしです。いや、全力行くわよ。任務完了ね。私も成長したみたいです。行くわよ。おさや。どうかしら。おさや。キル。全力で行くわよ。行くわよ。任務完了ね。これ、薬にもなるのよ。見たことない。自然の産物もいっぱい役に立ちますね。いや、えい。速攻のチャンスね。決めてやる。少し黙らせるわ。全力で行くわよ。
おとなしくなさい。一気に攻めるぞ。ぜ小手調べだ。怪我はないか。お疲れさん。私も成長したみたいです。また目標に近づいたな。何に使うんだ。あらかた取り終えたな。よし、次に行くか。どこに向かうの。材料はどれにしよう。これでいい。仕上げに移るよ。やった、完成。レベルアップ。新しいスキルを覚えたよ。材料はどれにしよう。材料はどれにしよう。材料はどれにしよう。これで、始めよう。もう一工夫入れよう。もう少しかな。こうやって。これでいい。仕上げに移るよ。やった、完成。レベルアップ。
次はどこだ？決めてくれ。一丁やってやるか。この植物は何に使えるかしら。ああ、それ。自然の産物もいっぱい役に立ちますね。速攻のチャンスね。やっ！お手並み拝見よ。どうした？一気に攻めるぞ。おっさんや。全力で行く、キール。手加減なしです。おっさんや。怪我はないか。お疲れさん。この経験生かせそうね。一通り見て回ったな。どうしたシャリー。世界にこんなところがあるなんて。世界は広いの。それに謎に満ちてる。本当ですね。シャリー大丈夫か。そのうち慣れる。私も最初はそうだったから。想像を超えたものを目の当たりにすると、人は謙虚にも大胆にもなる。あなたの使う錬金術も同じ。調査と錬金術がどう関係してるんだ。錬金術には想像を超えたものを生み出す力がある。いつかあなたは自分の力の強さに気づいて高ぶる。でも、すぐにその力の価値に気づいて怯えるわ。私には錬金術の才能はないけど、似た力を持っている妹を見ているとそんな気がするの。想像を超えたものを生み出す力ですか。ユリエ、戻りましょう。ソウルが待っているはずだから。
何かの役に立ちそうね。拾えるものは拾っておいた方がいいわ。えい！油断してるな。先制するぞ。えい！どうかしら。行くぞ。調べだ。どうかしら。やっ、全力で行くわよ。行くわよ。一気に攻めるぞ。行くぞ。手加減なしです。やっ、全力で行くわよ、行くわよ。任務完了ね。私も成長したみたいです。これ、薬にもなるのよ。これは砂か。こんなもの何に使うんだ。あらかた取り終えたな。よし、次に行くか。次はどこだ？決めてくれ。調合しようかな。材料はどれにしよう。ほう、うん、なるほど。あのありがとうございました。非常に興味深い報告です。想定した以上によくできた調査報告でした。実のところ、さして期待していなかったんですけど。はあ、ジョーちゃんやるじゃねえか。このソウルはなかなか堅物でな。そうそう人を褒めることはねえんだ。どうだか、そうやって都合よく俺たちを使おうとしているんじゃないか。邪推はよせよ兄さん。あんたらの腕は確かだ。これからも頼らせてもらいたいと思っている。それは嘘じゃない。じゃあシャリステラさんにコルテスさんでした。あなたたちはこの仕事に適性があるようです。適性か。もちろん、それに見合った報酬ももらえるんだろうな。ええ、もちろん。あなたたちの力があれば、この地域の研究がはかどることは疑いなさそうですから。これからも組合に力を貸してください。はい。私ども、中央の方でもより詳細な調査を続行中です。こちらにもより適切な人材を手配しました。あなたたちのサポートに入る予定です。
より適切な人材ですか？環境調査のベテランです。何と言えばいいのか。腕はいい錬金術師ですよ。腕は。はい、よろしくお願いします。腕はいいって、なんだか気になる言い方だな。では皆さん、お願いします。任せておけ。終わったらキラキラ欲しい。俺たち働く。キャー、かわいい。そうか。おお、ちゃんとやってくれたようだな。そうか。おお、ちゃんとやってくれた。そうか。よし、また。一応評価は上々だし、様子を見ながら続けていけばいいんじゃないか、シャリ。ええ、そうですね。シャリ。え？あ、ミルカ。びっくりした。私が呼ばれたのかと思いました。そんな偶然なかなかないって。気のせいだろ。うん、今の人もシャリーっていうのかな。この町の人だよね。なんだか活発そうな人だったな。お帰りなさいませ、嬢様。船の番を任せてしまってごめんなさい。構いませんぞ。それよりも今回の守備はいかがでしたかな。というわけで、しばらくはこの町のために調査の手伝いを続けたいと思うの。なるほど。何はともあれ、
成果があったのならばよかったではないですか。ごめんなさい、村が大変な時に他の町を助けるなんて。ジョー様、他人の協力を得るためにはまず信用してもらわねばいかん。相手の悩みをしっかりと聞いて手助けしてやれば、いずれ我らの問題にも耳を傾けてもらえることでしょう。そうですね。ただこのままだと力不足なのが気になるな。近場だけでなく遠くの調査もできるようにならないといずれ行き詰まる。俺も鍛錬する時間を増やさないとな。うん、私も錬金術をしっかり勉強する。もっとみんなの助けになるように。しかし調査をする場所というのはそんなにあるものなのかね。この辺りのことはラウルやユリエが詳しいはずだから聞いてみよう。そうですね、黄昏の海のことを調べながら錬金術や武術をしっかりと身につけて町の人を助ける。村を救うためにはちょっと遠回りかもしれないけど、一歩ずつやっていかなくちゃ。我らも手助けしますから安心してくだされ、ジョー様。あ、お前はお前のできることをやれ、シャリ。はい、ありがとうございます、二人とも。どれを調合しようかな。はいはい、そこのお兄さん、お姉さん、よってらっしゃい、見てらっしゃい。珍しいものが揃ってますよ。こんなところにお店あったかな。このカトラの店に目をつけるとはお目が高い。え、
別に、その…どうぞどうぞ、覗くだけでも結構です。え？儲かっているかって？よくぞ聞いてくれました。え？私何も。実は両親とは遠いふるさとで生き別れ、弟や妹を食べさせようとこうして旅から旅へと行商を。そんな、かわいそう。いえいえ、足を止めていただけただけでこのカトラ感激の極みですから。頑張ってる人なんだな。私錬金術師なんです。だから錬金術に使えるものがあれば。ほほん、錬金術師さんでしたか。通りでお美しい方だと思いました。うちの品物は質が良く珍しいものばかりと評判なんですよ。どれを調合しようかな。材料はどれにしよう。
かな。うん、始めよう。材料の力を引き出すよ。
うん。おお、ちゃんとやってくれたようだな。おお、ちゃんとや。調合しようかな。材料はどれにしよう。これでいいかな。うん、始めよう。力を引き出すよ。もう一工夫入れよう。材料はどれにしよう。これでいい。うん、始めよう。便利なスキルを使うよ。
調に。これで仕上げに移るよ。やった、完成。レベルアップ。新しいスキルを覚えたよ。材料はどれにしよう。材料はどれにしよう。これでいい。うん、始めよう。材料の属性値を上げるよ。材料の力を引き出すよ。スキルを使うよ。